最近こちら三浦淳さんの、うん、ない仕事の作り方っていうのを、うん、まあ、ちょっと読み終わりましてですね、はい、どうやってまとめようとか思いながらも、はい、最後の方に三浦淳さんの、うん、まあ、師匠格に当たる人が、はい、糸井重里さんなんですね、はい、糸井重里さんの事務所に、うん、大学卒業するかしないか頃から、はい、もう社員じゃないのに通い始めて、はい、うん、入り浸ってたみたいな話があって、はい、で糸井重里さんから、うん、アドバイスをもらったりしたなんていうので、はいはい、うん、最後に対談してるんですね、うん、糸井さんと、うん、対談の中で最後の方に、はい、Don't believe me っていうのが出てくるんですね、はい、訳すと Don't believe me、 信じない、私を信じない、信じない、はい、糸井さんが言うんです、うん、三浦と俺は共通点があまりないような気もするんだけど、うん、一つあるとしたら、うん、自分のことがわからない、うん、ということをちゃんと知ってることだねと、うん、自分というものに2人ともすごく信用がないですと、うん、そうすると村さんが答えます、うん、ないです、僕もほとんどないですと、うん、で糸井重里さんはこういう時自分はどうするんだろう、うん、っていうことをいつも問いかけてないと自分でいられないと、うん、で三浦さんは以前三浦さんは T シャツを作ったと、うん、で何かメッセージを入れようと思ってI don't believe me と入れた T シャツを作ったらしいんです。はいはいはい。三浦さんは、うん、私は、うん、私が信用できないと。うん、で、糸井さんが、いいねって。うん、三浦さんは、それで浅草とか行くと、うん、外国人の人はどう思うんだろうと、うん。この人は自分を信じていない。そんな風に自分を信じないということを明確にしていくと、うん、少し楽になりましたと、うん。自分のことを信じない。はい、信じていないってメッセージを切ると楽になったと、うんうん、で糸井さんは、まあ、僕たちが組の一家だとしたら、うん、そこでつながってるねと、うんうん、で糸井さんが、うん、僕もその T シャツいいと思うから、うん、ユーデンティティっていう T シャツを作ろうかなと、うん、アイデンティティっていう言葉に対するユーデンティティ、うんうん、はいはいはい、訳すとどうなんでしょうね、これはどうなんですかね。やっぱね、この糸井さんとか三浦さんはね、うん、このない言葉を作るのがね、うん、その発想ですよね、上手なんですよ、うん、ユーデンティティですよ、うん、多分みんなこの世界の中にある自分っていうことなんですかね、はい、それを持っている、どうなんでしょうか、ね、分かんないですね、分かんない、隊長だったらどう訳します、うん、ユーデンティティ。アイデンティティはなんか自分の個性みたいなところじゃないですか、まあ、自分自身みたいなところでしょうか、うんうんうん、何ですかね、人は人的な。あ、そう思いましたか。はい。あ、それもなんかタイプ出ますね。うんうん、人は人。うん、僕は、なんか結局、ニーズの中の、うん、みんなのニーズの中の僕だよね。うん、っていう意味で、ユーデンティティと思ったんですね。はい。わかんないですね。求められるものみたいな、はい。それもわかります。ああ。はい。タイプ出ますね、これは。うんうん、でもそういうとこだねと、うん。自分を信じない。うん、で、三浦さんは、また別の本で、うん、自分なくしの旅っていう本を書いてるんですね、はいはいはい、うん、要はこの、ない仕事の作り方でも出てくるんですけど、うん、結局はそのあるものを突き詰めることに必要なこととしては、うん、自分をなくすしかないと、うんうんうん、で自分なくし自分なくしって言ってて、うん、自分探しじゃなくて自分なくしです、うん、っていうところでないものを探していない、はい、だからその全然ないところからものを発想していく、うん、みたいなところで、まあ、ない仕事を作ることで、うん、オリジナルの発想が生まれるとか、うん、それが一つの、まあ、ユーデンティティもそうですよね、多分、うんうんうん、そういう言葉から何か新しいものが生まれていくっていう話をしていて、これ今日これからやるこの椎茸さんの本もそうでしたけど、はい、うん、まあ、このカラータイプって後でやるんですが、はい、18色あって、うんうんうん、多分矛盾も感じるでしょうと、うん、でまたいろんなところに自分があるでしょうと、うんうんうん、でどれが自分かを決める必要ありませんと、うん、全部あなたですと、うんうんうん、ところどころで出てくる、うんうんうん、あなたはそこにあるはずですって話をしていて、うん、うまいですね。そうなんですよ、はい、っていうと、はい、全部があなたです、はい、で大事なのは、はい、自分なくしです、自分なくしです、
これが自分だ、じゃない。じゃない。はい。